ちは。こんにちは。さあ、はい、嬉しいニュースが入ってきました。はい、元阪神の高山選手が、うん、来季から、新規イースタンリーグに新規参入するオイシックス新潟アルビレックス BC に入団することが分かったということで、まあ、2軍しかないけどね。そうですね、2軍扱いということで、はい、まあ、イースタンリーグだからそのプロの選手と、うん、はい、まあ、また戦えるというね。そうです、まあ、そういう球団が新たに、はい、まあ、新潟と静岡にできたんだけども、はい、まあ、新潟に行くということでね。そうなんです、うん、で本人もやっぱりまだプロ野球選手目指してやりたいということで、はい、やっぱり意思としてはその一軍というか、また一軍つっても上がる球団がないんだよ。そうですね、チームがないんだよ。返り咲く、まあ、そうだな、ね、言えば返り咲くということ、はい、だからそれを目指しながら、はい、まあ、やっていくというね、うん、これはシーズン中でも、はい、おそらく本当にいいなと思ったら、はい、各球団が取りたいと思ったらポッと取っていけると思うよ、はい、あ、それは可能とか。でもそれを、まあ、静岡の関係者に聞いたんだけども、はい、それを目指してチームを作ってるという、うん、まあ、そういうことをしないと本当にいい選手がね、うん、そのままこう引退に追い込まれるということになってくるから、はい、まだまだできるのにというようなね、うん、まあ、例えばそのどっかに怪我人が出たとか、はい、ちょっと誰を補強するって言った時に、うん、でもその新潟の、はい、まだ仮に高山、はい、高山だったら高山がいいですよって言ったら、うん、じゃあ高山をみたいなことになりかねないよね。そうですよね。で、うん、実際に2軍で試合をするので、はい、やっぱりその2軍で非常に近いところでコーチだったり監督だったりいろんな方が見てると。まあそうだね、はい、まあ、そのオールプロだからね。まあそうなんですね、言ってみればコーチとかもね、はい、監督もね、高いレベルでは教えてもらえると思うけども、はい、うん、そうだな。ただね、その静岡の関係者によるとやっぱ給料はあんまり出せないっていうんだよね。まあ、そうですよね。だから本当に必死こいて、まあ、ハングリー精神でこう這い上がっていくしかないのかなっていうふうには思うけども、はい、まあ、高山なんかはね、使えると思ったし、はい、トライアウトで見てね、田中俊太ね、はい、これもまだまだね、老け込む年でもないし、はい、まあ、使いようによっちゃっていうような、そうです、ね、まあ、そういうところもあるし、うん、DeNA から巨人に行った三上とかね、ピッチャー、はい、うん、あと広島の矢蓋とか、はい、まだまだ力のある、うんうん、まあ、どういうふうに成長するのかなとは思うけどもね。まあそうですね、いやだから実戦からやっぱり遠ざかりたくないっていう、まあそれはもちろんそうだよね、うん、だからまあそういうことで、まあ、腰淡々と上を狙うというかね、うん、そういうことにはなってくるけども、うん、もちろんその非常に厳しいという状況というか、まあ、それはあるにせよ、例えば今まで、まあ、そのイースタンリーグに新規参入ではないですけれども、独立リーグに1回 NPB から行って、そこからまた NPB に返り咲いたっていう選手ももちろんいます。西内投手であったりとか、まあ、まあそうだね、あと藤井投手、はいはい、はい、いやだから、まあ、いるんだけど、それは途中では抜けられないみたいな感じがあるじゃない。でもこれは自由に移籍ができるというかさ、多分そういう条件は入ってると思うんだよね、はい、まあ、詳しい細かい条件は分からないけども、だからシーズン中でも足りないと言えば、じゃあ持ってきてみたいな、はい、っていうことだと思うんだよね。本当今みたいに独立だったりとか、こういうシステムがない時って本当野球浪人みたいな時期、まあ、選手昔いらっしゃいましたよね。まあいたよね、うん、そうだな。だから、まあ、彼らはある程度年齢が経ってるじゃない、はい、あ、そうでしたね、うん、だからこれからだよね。これはチームを形作る上で、田中俊太とか、はい、まあ、三上、高山とか矢蓋とか、うん、まあ、柱になるような選手たちだよね、はい、で相当人数もいると思うんだよ、うん、やっぱイースターに入るということは結構な試合をこなしていかなきゃいけないから、はい、それだけのピッチャーもいるし、やっぱ怪我人が出たりとかした時に、まあ、野手も相当数いると思うんだよね、はい、まあ、その給料を補っていかなきゃいけない、うん、だからまあお客さんも呼ぶようなこともしなきゃいけないしね、うん、だからまあ大変だと思うけど、でも本当の狙いっていうのは、まあ、例えばその若手でドラフトが漏れたとか、でも育成は嫌だと、うんうん、まあ、育成でもいいや、育成でもいいけども、なんかこう
違うような形でまだチームは決めないで戦いたいって、はい、でこっからドラフトされたいとか、あ、まあ、そういうことの可能性のチームなのかなと思うよね。そうですよね。とにかく来季から新規参入なので、うん、まだね未知数というか、はいはい、どうなるかどうなっていくのかわからないですが、そういうあのモデルケースができていくと非常にいいですよね。まあそうだね、うん、まあ、とりあえずこう形作るのに選手がいるし、うん、はい、でやっぱり軸となるような選手、うん、まあ、先輩もいていい助言が得られるというかね、うん、いい見本になってくれるような先輩たちがいてくれて、まあ、若手が伸びてくるというね、そのもちろんベテランたち、はい、まあ、その中のベテランたちっていうのは虎視眈々と上をね、うん、下の門に越されないように狙っていくっていう、まあ、そういうことなんだろうけどもな、そうですね、うん、まあ、うまくいってくれるといいなっていうふうには思うけどもね、まあ、今挙げた選手たちっていうのは、まあ、もちろんこの新潟でそのレギュラーというか、はい、もちろん、ね、スタメンでずっと出続ける選手たちばかりでしょうし、もちろん今までなかなかその、ね、例えばポジションかぶっちゃったとかなかなかそのパフォーマンスを発揮できなかったっていう中で常時出られるっていうチャンスが生まれているっていうのは非常にいいというか、うん、チャンスではありますよね。まあ、チャンスはあるよね、うん、だからもう毎日がこうなんか品評会じゃないけど、うん、変な言い方するとね、はい、そうですね、そういう見られてるっていうことを意識しながら、はい、まあ、やっていくんだろうなっていうふうに思うと、うん、やっぱこうなんていうの辛いよね。確かにそれはそれでプレッシャーというかも、まだ若い人間で、はい、まあ、高校出て1年目とか、うん、まあ、それだったら、まあ、2、3年とかね、うん、2年とか、うん、見ようかなっていうふうには思うけども、やっぱりベテランたちっていうのはやっぱこう賞味期限っていうのは少ないのかなっていう、うん、早いのかなっていうような感じがするから、うん、毎日が勝負になってくるよね。そうですよね、うん、で中でも、まあ、高山選手のこの話題がトピックスになってますけれども、まあ、高山選手この新潟で活躍してまた返り咲くっていうことになる上では何が必要になってきますか、ここから。やっぱこう確実性だな。やっぱムラがあっちゃいけないし、はい、どんな場面に対しても対応が聞かなきゃいけない、もう年齢だから、うん、まあ、それだけの技術は俺は持ってると思うけども、はい、それを出せるような精神状態でいなきゃいけないということだと思うし、まあ勝負したとしても来年いっぱいだと思う。こう厳しい言い方すると、うん、まあ、1年ですね、うん、来シーズン。だから来シーズン、まあ、仮に2割5分以下切ったとしたら、うん、もういらないっていう選手になってしまうよね、年齢的には、ね、そうですね、30歳ですし、これが若手で高校出たばっかりで2割5分、まあ、ちょっと切っちゃったなって言ったら、うん、まあまあよくやった方じゃないかっていうふうには言えるけども、うん、はい、まあ高山クラスだったら、うん、イースさんだったら3割残してくれなきゃな、まあ、できればシーダー争いをするぐらいのポテンシャルは持ってると思うから、はい、そのぐらいになってくれないと困るよね。そうですよね。じゃなかったらいらなくなるという、まあ、厳しい言い方をするとね、うん、だから頑張らないとね。そうですよね、うん、ただやっぱり阪神ファンで高山選手のファンだった、ね、方たちから取ってみたら、まあ嬉しいというかホッとするというか、まあなあ、まあ、高山が引退しないで、うん、野球を続けるという意味ではね、はい、まあ、応援してほしいし、うん、だけど来年1年が勝負だからね、厳しいですね、うん、まあ、それとやっぱこう周りにいる人もそうだけども、なんかこう新潟と静岡に応援に行ってほしいな、うん、グラウンド行って球場でってやっぱファンとして行ってほしい。これはなぜかというとさ、はい、やっぱ経営母体っていうのも大変なんだよね多分まだ。そしたらこう収益を上げるためにもやっぱこうお客さんを呼んで、はい、まあ、それで応援してもらって、うん、そういうことが大事だし、だから見に行ってほしいなっていうね、うん、だから俺らもよく言われた、ファンがねお金を払ってくれてるって、はい、ファンが支えてほしいなと思うけどね、まあ、これはお願いなんだけどもね。ですよね、昔の広島のたる募金ではないですけど、まあまあそうですね、なんか本当にファンが一丸となってそのチームその選手を応援して、それが選手につながるっていうチームとか、だから上にチームがないだけに、そうなんです、ね、ファームにチームでやってるわけだから、はい、それがイースさんに所属してる、うん、やっぱ遠征費とかもいろいろ大変だよこれからね、うん、まあだけどやっぱこうなんていうのかな、そっから必死にやってる選手も見れるしね、はい、
もう1日1日が勝負だっていう風な、うん、また成長過程にある選手たちなんか、はい、どのぐらいの成長率を見せるのか、うん、これをやっぱ楽しみに見に行ってほしいなっていうふうには思うけどね。そうですよね、うん、でやっぱりチームからまた高山選手もそうですし、他の選手も一人でも多くそのピックアップされて、そうだな、まだ戻るっていうのが、そこがねやっぱ最終目標というか、いや そこができれば、はい、なんかこうチームも盛り上がっていくし、活性化するしね、やっぱそれが選手たちのモチベーションに本当になったりだとか、はい、するケースがあるからね、うん、まあまあ本当に今年から、まあ、来年からか、はい、できるまた軸となるような選手たちを、うん、まあ、取ってると思うよ、両チームともね。だから、まあ、そこに向けて、まあ、高山なんか代表的なね、はい、やっぱこうその第1号に返り咲いたぞみたいな、うん、ここから返り咲いたって、はい、それで活躍がまた活躍をするようになったって言われるような、まあ、選手になってほしいなっていうふうには思うけど ね、はい、これ春のキャンプとか、はい、どう紅白戦とか、いや、やっぱやるよ、やそうですよね、まあ、やるよ、うん、まあ、球場暖かいところに行ってとか、そら新潟寒いぞ、寒いですよね、そうですね、そら息子が住んでるけど寒い寒い2月は寒い寒いできないですもんね、できない、やっぱ暖かいって、ね、宮崎だったりとか、まあ、それもお金がかかるんだよ、そうですよね、だからファンの人たちがね本当に支えてほしいなって思う、うん、本当そう思いますよね、はい、はい。